ホットコーラでございます。ホットコーラ、これ何なんですか。おすすめでしたね。なんでみんな政治家喧嘩するんですか。やっぱりそれぞれの正義があるから、最初から引いてちょっと見て全体がどうやったら良くなるか、そのためには多少の犠牲はやむを得ないっていうような判断をする時もある。めっちゃファンになりました。嬉しい。美味しそう。うんうんうん、美味しい。うん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 、ホットロスでこれ。うわ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。ビッグミルク。来た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 。いただきます。さっき高田の恵みを。美味しい。色が全く。パッチー。イエーイ。何歳？4歳。ほらほらほら、これ最高じゃないですか。めっちゃ日が差したら綺麗、ね、見て。あったかい。じゃあもう日が差すと全然違う。綺麗綺麗、あったかいし、日が差すと寒くなる。あ、そしたら完全に。マジっすか。石丸市長が紹介した石丸市長、こんなインフルエンサーみたいに。インフルエンサーじゃない、インフルエンサー化してますでしょ。何があったら来ますじゃん。作らないといけないんじゃないですか。それは来る理由を、作るのは市長の仕事。すごい懐かしい電話とかあるけど、これ資料集で見たことあります。資料集。次のおすすめはここ。はい。菅神社です。菅神社。はい。清いと書いて菅。いいですね。清いと書いて菅神社。菅神社。なんか人いる。あ、いた。あんなとこに。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、ようこそ秋田方にお越しくださいました。あ、お邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせしました。お待たせしました。そこで1時間待ってました。車で、本当すみません、車で言えばよかったです。寒いですか。寒い寒い。ちょっとどっか午後温泉探してきますわ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。結構冷えました。温泉あります。あるか。一応あります。なんかある、ちょっとどっか探してください。すみません。ありがとうございます。すみません。今日は、リハック旅ってなんとなく観光地じゃない自治体に行って、はい、まあ、そこの魅力あるかなって探すみたいな。その旅で今日市長さんが案内してくれました。第1部はあと20分ぐらいで終わっちゃって、はい、今日サッカーの試合見に行くんですって。え、すいません、この後サンフレッチェ広島の。ああ、なんかちょっともうあと30分で終わっちゃう。お前せっかく来てもらったのに。で、まあ、夜また あ、でも夜いないんだっけ。そう、夜多分夜いないですよ。30分しか僕お話できないんですか。30分も話してないですよ。せっかく来てもらったのに。とりあえずお参りした方がいいですね。お参りしましょう。はい、200周よし。でも立派な神社ですね。市長、はい、ここのおすすめスポットいろいろ来たいんですけど、副館長の力に頼らず教えていただきます。3つ行くとこを挙げてくれって言ったら、はい、ここが一番だっつって。いやいやいや、高田さん、ここに集合させたのはちょっと申し訳なかったなと思って、うん、ここはさっきのこの杉が一番の、うん、まあ、あの特徴ね、そのさっきの1000年経ってるっていう話でしたけど。あ、1000年、へえ、大きいですね。っていう意味で大きいんですけど、井上さん東京から来させてこの杉見せてさよならってことはないですよね。どうしよう。いや、立派な杉ですよ。1000年でなんとかならないですかね。あの、私今月の頭に薬杉見てるんですよ。あ、全然あのすごいなと思ってて、ただちょっと薬杉ね、はい、ちょっと撤収しましょうか。もうちょっと石丸さん、あと15分あるからコーヒーでもおごってくださいよ。なんかないですか、空いてるコーヒー。なんか寒いんですよね。稲田でちょっと一杯コーヒー。やったやった。そうそう、ちょっと稲田におろしよう。寒いですもんね。1時間待ってたんで。空いてるかな。リハックという
ネットメディアの取材にお越しになっている皆さんと踊りたいなと思うんですけども、使い主張だな。取材公表も。取材公です。頼んだら何でもやってくれるからな、本当。5分間ぐらいで言われると思います。はい、市長、はい、次の瀬、稲田さん、何がおすすめなんですか、それ。いや、おすすめというか、コーヒーを飲みましょうという。おすすめが稲田にないみたいな、やめてください。いや、おすすめは、マスターですかね。マスター、マスター、マスター面白い。大変ユニークな。ちょっと心配だな。すごいロケですね、うん。食べ物屋さん行って、おすすめのメニューでマスター。これあれですか、あの昔の街道ですか。え、そうですね。ここが町の中心だったんです。稲田。で、この奥に。またいた、秋元さん。あそこ入れるんじゃないかな。あ、僕どうぞって、うん、あ、これ時計屋さんか、これか、あ、わぁすごい、良さそう、良さそう、マスター強い。ここ、はい、うわ、おぉ、かわいい、レトロでかわいいじゃないですか。え、もう僕が生まれた時から、ジブリに出てきそうな、確かに、すいません、めっちゃ高い、おぉ、高い、ロックか、ロックか、すごい、あ、なんかすごい、すごいじゃないですか、あ、すごい懐かしい電話とかもある、あ、これ資料集で見たことあります、資料集何年生まれですか、99年生まれです、これそっか知らないか、あ、すごい素敵なお店じゃないですか、市長これ、はい、確かに庭、え、何ここ、これ何ですか、中庭がですね、どうしてこうなったみたいな、なんか世界観確かに強いですね、キャラ濃いじゃないですか、でも皆さんポッと好きそうじゃないですか、めちゃくちゃ好きです、こういうところ、どこがいいですか、なんでしょうね、タイムスリップ感、あー、レトロいいですね、レトロな感じと、あ、そうそう、シェアして行っちゃいます、一回、はい、食べたい、そうですよね、ちょっとせっかく来たし、どうぞ、あとね、コーヒーですか、じゃあ焼きサンドイッチとコーヒーかな、はい、アイス、はい、決まってるじゃない、エッグミルクとかでしょ、すごくないですか、エッグミルクって何なんだろう、何エッグミルクって、気になる、じゃあ高橋さん、エッグミルクってエッグミルク気になるな、すいません、さっきの2位エッグミルクも一つ追加してもらっていいですか、はい、井上さんはなんで選挙してんすか、あ、そもそも一番最初はぬかが派の分裂っていうマニアックなこれ、あの昔の財務大臣のね、はいはいはい、ぬかが清志郎さんでしたっけ、はいはい、ぬかがさんのぬかが派の分裂っていうニュースがこうパッて入ってきた時に、うん、私は最初はその細胞分裂的なことかと思ってぬかがっていうミジンコみたいなものそういうものの分裂のニュースかと思って調べたらぬかが福士郎さんっていう人のあの話だったっていうのがまず衝撃的 でそれ高校生の時だったんですけど、大人の人もこういうこう喧嘩じゃないですけど、そういうのあるんだっていうのが結構なんか衝撃的で、大人でも喧嘩するんですね、いらっしゃる直前に、そもう、あ、そうなんですか、大変な喧嘩、あ、大変な喧嘩、なんかね、一触即発感ありました、ヒヤヒヤしてもね、痛かったな、ガチでした、本当に、ね、大人でも喧嘩あるんだと思って、で、そっから、2017年の選挙でちょっとそんなに面白いんだったら盛り上がったりとかするところを見たいっていうことで、東京塾がちょうど盛り上がってて、若狭さんとか出てて、はあ、あそこだけをこう追って、で最初立憲が勝つかもみたいな報道であって、うん、じゃあそこの事務所の近く行って漫才見ようって言って行ったら、いやでもこっちが勝つかもみたいな、自民が勝つってなって、でそっちに行って本当に自民勝ったんですけど、なんかそこのこうそんなにこの短時間で動きがあるんだっていうことが結構何も知らなかったので衝撃的で面白くって、うん、そっからこう全国の選挙に興味持って、結構1回の選挙で50カ所ぐらい、ガチ学生なんだから、それ仕事とかなんですか、お仕事でもなく、あ、いやいやもう、はい、自腹で夜行バスとか使いながら、どんな若者ですか、選挙離れ全然してないですね、むしろね一番近くに行ってるっていう、でも人間ドラマとかそういう視点で見てます、
だからやっぱ入り口はね、エンタメってのもありなんですよ、やっぱ。そう、エンタメですよね。ね、うん。選挙の時が一番お金かかってた。ああ、そうですか。見るのにね。見るのに。ホリプロその伝統あるんですよ。先輩にもね、はるかクリスティーンっていうね。はい、はるかさん。あれ、安倍派なんですか？安倍ちゃんの派なんですか？安倍派です、安倍派。安倍さんっていうのは政治好きなんですよ、あの、はい、ホリプロのマネージャーが。そこの影響関係なく。安倍派の、そうですね、はるかさんも結構選挙とかやってて。でそのやり方っていうのは全部聞きました。どういう風に見に行くかとか、どういう風にやったら、全部やり方をあのプロセスを聞いて、あの安倍派の一派になったんですよ。そのうち分裂するんじゃないですか。安倍派ね、結束固いんですよ。固いんですよ。藤井幸とかね。あ、そうですね。あ、登坂さんとか、登坂純一さんとか、NHK の。NHK の元アナウンサー。ちょっと社会派なんですよ、安倍派。確かに。井上さんなんか選挙つけて、はい、知ってました市長のこと。もちろんもちろん、今日あの選挙大好きな友達に、うん、今日あの会うんだって言ったらすごいいいなって言ってました。そんなすごいいいなって言ってましたよ。なんか珍しい動物を見に行くみたいな。え、どんな印象ですか。いや、もうやっぱりもうめちゃくちゃバズってましたし、どんどん切っていくし、あの会見がおもろすぎて、あれずっと見ちゃいますね。あ、うん、気持ちよかったです。気持ちいい。え、どんなやつ見たんですか、その議員さん。私あの、公式で出してるあのフルのやつ、うん、あ、記者会見だ。はい、あの1時間あ、記者会見、加工もしてない、はい、字幕すらない。あの、中国新聞さんとの、はい。収益化してるんですか、一応。したんですよ。したら150万が入ってきたんですか。めちゃくちゃ入って、え、150万。いや、だって1時間ですよね。今もいろいろ入って、その後もそうなんだ、はい、記者会見もありますし、最近ライブ配信とかも始めたんですけど、うんうんうん、それで一月百数十万ぐらい。マジですか、すごいな。 YouTube なんかもうあと10分ぐらいでいなくなっちゃうから。人に聞いておきたいことあります。コーヒーとか一気飲みしていなくなっちゃうから。え、なんか聞いたことある。そう、とりあえず写真撮ってもらってもらう。じゃあ3、2、1、もう一枚いきますよ。はい、3、2、1。何なんすかこれ。何じゃないかで写真撮ったらありがとうございます。多分これ撮れたと思います。秋元さん、秋元さん、秋元さん、はい、西田さんも画角に入れてあげてください。なんで来た今。市長のはスリショットですよ。3、2、1。多分撮れたと思いますけど、どうやったー。あ、OK です、ありがとうございます。で、そうか、さっきのあれで聞くと政治興味持ったけど喧嘩しててなんでだ、うん、まあ、まあ、確かにね、ぬかがさんの名前珍しいし、うん、確かに政治家の方ってなんか喧嘩チックに議論しますよね。なんでみんな政治家喧嘩するんですか。それってあやっぱりそれぞれの正義があるからですか、うん、物事を見る角度によって見え方が違うんですよね、うんうん、なのでどっちが、ね、正しい間違ってるってあんまり言えないこともあって、うんうん、なので見え方の話をするとちょっとこうね、うん、議論が白熱するっていう。あ、その人の生きてきた人生によっても考え方ってみんな違うじゃないですか。そうなった時にこう上の立場としてこう極端なことって結構簡単なことって平等も難しいじゃないですか。それってどういうふうにこう塩梅をやってるんですか。塩梅だね。僕が意思決定する際にはでもおっしゃる通りで全体最適ですね。各論ばっかりしててもそれを積み上げても相場のバランスは取れないので、最初から引いてちょっと見て全体がどうやったら良くなるか、そのためにはうん、多少の犠牲はやむを得ないっていうような判断をする時もあります。なので責任は常に問われ続けるんだろうなと思ってて、うん、でそれは自分自身に対してもだし、もちろん相対する議会ですね、議員の皆さんにもそのつもりで接するので常に厳しくなるんです。うん、責任を取れるんですか、うん、取ってくださいねっていう言い方になる。うん、まあ、全体最適すると、うん、そこからこぼれ落ちる人もいますからね、うんうんうん、まあそういう難しいですよね政治ってね。コーヒー来ましたよ、はい、めっちゃ美味しそうよ。あったまりそう。井上さん美味しそう、よかった。この街で冷えたんで、やっと一ついいことがあったり。あ、女性用で見てくれよかったですよね。かわいい。かわいい。じゃあいただきますか。はい、これあったまってください本当ね。うわ美味しそう。めっちゃ美味しそう。エッグミルク出た。ミルクセーキがあったかいです。あ、まあ、ミルクセーキ広島の喫茶店にはよくあるんですよ。広島で有名なんですよ、ミルクセーキって。まあ、エッグミルクって名前で、大体。どうですか、ひなさん。うん、美味しい。卵感が、うん、結構しっかりありますね。
甘い、ミルクセーキだ。優しい味ですね、これ。優しい、これなんか懐かしいんですよ、これ。こんな今飲まないですよね、だって。かわいいね。めっちゃ美味しい。うん、美味しい。あ、本当だ、これ美味しい。うん、あ、バターが結構染み込んでて美味しい。サクサク。卵の味もね、して。うん。これなんかありそうでなかなかないですね。うんうん、うん、嬉しい、なんかこんなに。しっかりした味がして。普通にうまいですよ。はい、嬉しい、よかった。ですよね、ですよね。あ、来ました、来ました。うんうん、これ美味しい。うん。これ、いいな、上に乗ってる2枚のキュウリがいいですね。これ、何用なんですか、それ。これ何用なんですかね。ハート用じゃん。ハートか。あ、来ました、来ました。あ、これでーす。これはぜひ西田さんも。え、なになんかこれ、ホットコーラでございます。最初はソースまで、ホットコーラ、レモン入れられて飲まれてみてください。これ、飯田さんの名物おすすめでしたね。へぇー、抜けてんじゃないですか。もう泡もないですね。不思議、でもココちゃんみたい。あ、ほんとだ。なんで、お、ありですね。不思議、おいしい。え、お姉様、これ本当に多分コーラを温めたんですね、市販の。まんまです。はい、コカですか、ペプシですか。いや、企業秘密です。あ、違う。まずブレンドしたんですか。美味しいでしょ。美味しい。はい、ありがとうございます。酸味がいいですね。うん、味がいいですか。あー、レモンスカッシュ。中の温めたバージョンみたいな。あ、へー、あ、そっちに酸味きて。うんうんうん、美味しい、不思議ですね。秋高だって面白い。面白いじゃないですか、一回来たら来たで。でしょ、面白い。遠かったですよね。めっちゃ遠かったです。で、正直に聞きましょうか。多分メイクする時間もあると思うんですけど、朝何時起きですか、今日。朝、4時40分起きです。昨日深夜まで撮影だったんですよね。はい。何時寝ですか。あ、でも1時過ぎ、1時半とかに多分そのままだと思います。明るさってのこうね、頑張ってるな。うん、すごい。いやいやいや、素晴らしい。疲れを人間じゃない。うんうんうん。さっきね、市長もあの政治家イメージ商売でしたけど、なんかやっぱイメージ商売って大変ですね。いや、でもプロだなって思いました。そんなことない、そんなことない。本当にだって今の話聞かなかったら、そんなのがあったとは全然わかんないです。僕、うん、今ね、ちょっと自分反省しました。なんでですか。もっと意識高く持たないとダメだと思って。むしろおっさんの方がね、ちょっとなんかね、あの寒さに疲れ気味になってこのおっさん4人目ですね。そうに、なんかこう元気をもらっちゃったので、タレント業ってすごいなって、本当元気をもらって、なんか改めてあのものと存じ上げてたんですけど、めっちゃファンになりました。嬉しい。ちょっとですね、西田さんとは3時間ぐらいなのにそんなことも聞かない。西田さんはもう尊敬の念でずっと見てる感じですから。だって僕がよく見るメディアによく出てらっしゃるので、まあ、アルゴリズムが こっちに偏ってますよね。西田さんは僕は親近感、親近感をね。そういうのありますよね。年も近いですしね。あ、そうだそうだ、すいません、スタッフさん、あのご飯選びたいので、あのちょっと資料持ってきてもらっていいですか。一応全部市民の方から来たのまとめたんですよ。で、ちょっとここがいいみたいな、あのお二人の意見も聞きつつ、はい、西田さん、なんかお嫌いなものあります。僕、野菜全般。すいません、小学生みたいな。そうなんですか。まあ、あの、そうですね。野菜の何が嫌いなんですか。野菜ですか。いや、野菜は草食動物が食べるものじゃないかっていう。気持ち悪い理由。ビタミン剤とか青汁とかが好きですけど。好きじゃないんですよ、これが。あ、そうなんだ。これちょっとね、あの資料多いんですけど、西田さん、お願いします。まあ、ペラペラペラって見ればいいと思うんで。こういうの高いやろ。高いやろ、あ、これ、ひょっとして食べログの点数入ってる？入っちゃった。左右されるじゃん、その影響に。見ない見ない。門倉くん、あれ食べログの星を切ったから、やっぱ。これはいいな。あ、いや、僕も同じもの見てますよ。同じもの見てる。あ、美味しそう。出た出た。やっぱ井上さん呼んでよかった。俺ら、男性だけで選ぶと、やっぱ焼肉みたいなとこ行っちゃうんですよ。あと、ラーメンとか。で、門倉さん。ファーマーズレセプト聞いてみた。あと、本当そこでいいですか。本当そこでいいですか。あと、食べログの点数が書いてないので、あの先入観もいけますね。どう
足引っ張られますからね。俺の舌がおかしいのかなって思っちゃいますもんね。この後、3つおすすめしてくれてたじゃないですか、はい、あともう1個どこでしたっけ。が、ハジダム。ハジダム、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 寒そうじゃないですか。寒そうだよね。おお、ダムが湖になって、そのダム湖畔が、まあ、今だとちょうど紅葉でね、あ、そっか、ちょうどね、今この季節ですからね、天気がいいんで、ああの車で走ってドライブするには、じゃあ石丸さん、ここで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうぞ、行っちゃってください。ちょっと、はい、ありがとうございました。最後、これマスター、ギターとかお得意ですね。もし、ありがたいな、それはちょっと振りだけ、振りだけ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また夜よろしくお願いします。お願いします。そうだ、歌聞きたいけど、YouTube 著作権上の都合で、すみません、本当に。視聴に捧げる歌。オリジナル持ってます。視聴に捧げる歌。オリジナル。ちょっとじゃあ、一曲聴いてきますか。ちょっとだけいいですか、視聴に捧げる歌。それはちょっと聴きたいな。視聴に捧げる歌、いいですか。西田さんもそっち。どうぞ。ごめんね、あの、井上さん。知れませんが、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです、歴史の解説。ゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございます。何もできないんですけどね、ホラー街しか。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ乗っていきましょう。これどっち右ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。みたいな人とさ、美味しい喫茶店でしたね。最後のあの歌は癖強でしたね。歌癖強かったですね。いやいや、ちょっとスタンスをしっかり、はい、スタンスをしっかり取った歌でしたね。スタンスかなりでしっかりポジショニングされてましたね。中立ではない歌。中立ではなかったですね。中立ではなかったですね。テスマ、ここから何分ぐらいですか。そうですね、10、20分かかんないぐらいですかね。結構です。秋高田で見どころを3つ教えてくださいって言ったら、墓、神社、ダムなんですよ。使い尽くすじゃないですか。全部使っちゃうんじゃないですか。そう、そう。3つ今日。あとでもあのあれなんですよ。一応 SNS で、なんか募集したんですよ。なんか来て、はい、教えてくださいってしたら、何個かいいのあったんですよ。ダム。ダム。お、来た。ここがおすすめだったのか石丸市長。大丈夫だろうな。あ、でもなんか赤いのあった。あら、ちょ
行きましょうか、せっかくだし。あのどうだどうだ。あでもなんか山は確か色づいてますね。山が綺麗ね。おー、まあ、確か色づいてる、色づいてる、綺麗綺麗ね。すごいですね、このせき止めてるところの上渡れる堤防なかなかないですね、ダムね。あ、そうなんだ。ダムの上渡れたもん。ダムの、で、くるっとじゃ あこれ、いや、歩きたくないよ。そう普通に急に綺麗、なんか綺麗ですね、ほら、うん、色づいてる、色づいてる、いや、ここは綺麗じゃん、ここほら、これはいい、これは綺麗、これは綺麗、うわー、綺麗、いいじゃん、ほらほらほら、来たよ、これ最高じゃないですか。ダムもあって、これ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 、ダムもあって、ほらこれこれ、ほらこれ、フィンランドって言われても差し支えないよ。ダンディア、ちょっと歩きますか。めっちゃ綺麗、いや綺麗綺麗、綺麗じゃないですか、ほら、本当だ、本当にね、人の心持ってないですか。いやいや、持ってる持ってる、大丈夫です。ほら、真っ赤真っ赤、本当だ、紅葉してる、綺麗ですよね。ねえ、なんで紅葉してるやつと紅葉してないやつに分かれるんですかね、不思議。確かにそういうふうに子供から聞かれたりしないですか、西田さん、なんでパパこれ紅葉してるのとしないの分かれてんのみたいな。日の当たりとか日照時間が違うんじゃないですかって言うんですけど、マジで嫌だわ、それ父親は。嫌だな。でも今俺もそう言いましたけど、俺もそう答えてるから気をつけようと思った。ミサさん、枯れてるとか言わない、いい色じゃないですか。いや、いい色ではないですね、令和っぽい色で。今年は異常気象で、ね、日照時間がまばらだったんじゃないですか、ね、俺絶対ミサさん持ってなかったんじゃないかと思いますけど、どうなんですか。だって嫌ですもん、なんかデート行ってこんなこと言われたら綺麗だと思って終わりたいじゃないですか。ほら、はじむらの恩人、のど声中在も何者ですか。え、誰、え、首になんかしてる、首になんかしてますね、なんだ、本当だ。資材を注ぎ込み工事を続ける駐在も誰も相手にしなくなった。あ、水不足で困ってたんだけど水が引けない で治水工事を勝手に、まあ良かれと思ってしたらなんか怒られて、それでもやった、うん、どこへ駐在も、うん、で罰せられ、手かせ、足かせ、首かせを課せられた。母さんこんな感じですよね、なんかね。ちょっとどこら辺がちょっとあの、ね、のぶしっぷりがね、手かせがアベマで、足かせが隣で、うん、首かせが何だろう、借金、ファミリー、あ、借金、ファミリーって怒られる、俺のファミリーファミリーが足かせって発想よくないですよ、本当。僕はそんなこと全く思いませんけど、人の家庭は何と思ってんだよ。テント張ってキャンプしたりとか、あ、はい、ああいうキャンプ、湖畔で ねキャンプするのいいな、したりとか、寒暖差がある。でもなんか広くて、こんな広い、やっぱ綺麗だ。広い。広いですよね。広い。これは楽しいだろうな、子供。そうなのよ、これ。どうですか、皆さん、このスイス的な絶景を目になさって。いや、うん、来てよかったですよ、ここに。よかったよ。秋田方、今のとこですよ。はい、まだ後半戦ありますけど、今のとこ、はい、100まで最後までこうね、100点までいけるとしたら、うん、今何点ぐらいまで来ました。今もう喫茶店行ったりなんだりして46点まで来ました。46点、はい。喫茶店がそのうち何点ですか。喫茶店が結構ポイント高くて、はい、35点は喫茶店です。あの神社11点ですね。あ、じゃあここもあるから、ここ何点ですか。ここが、9点で神社2点ぐらいです。あの神社が悪いんじゃないんですよ、ちょっと寒かったっていうのが。待ちすぎたっていうね。そうですね、すいません本当に、うん、いやでもいいです、いいです、いいっすよね、気持ちいいわこれ。だこれさ、来たら西田さん、はいはい、飽きた方も気持ちいいじゃないですか、うん、だわざわざ来るかっていうと確かにね、観光地として、そうですね、やっぱ作んないといけないんじゃないですか、それは来る理由を。だって言ってみれば、さっきも言ってたんですけど、日本には地方っていっぱいありますよね。そうですね、で、つった時に秋田方に来なきゃいけない理由をやっぱり作るのは市長の仕事なんじゃないですか。それできます、なんだろう、秋田、何があったら来ます。じゃあ井上さんは、井上さんのサイン、いや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 、井上ファン2万人ぐらいしか来ないよ。いや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 、ないない、そんないない。なんでしょうね、秋田方市にあったら来るもの、なんだろう、通販できないものとか。あー、来なきゃ食べられないもの、はい、
もうなんだろう、賞味期限が例えばなんとか餅とかじゃないですけど、うん、やっぱ通販できるってなると、うん、来なくても買えちゃうになると思うんですけど、うん、わざわざ来ても食べたいもの、うん、とかあとなんでしょうね。でも私ああいう喫茶店みたいなところって結構あの熱狂的なファンとかつきやすいんじゃないかなって思う。さっきのレトロ喫茶店ですか。はい、うん、であと思ったのが、うん、あの市長が、うん、あんまり知らないんじゃないかなって思ったんですよ。ほ、何をですか。地元のことを。お、なるほど。なんかそんな感じしませんでした。うーん、いや、そうなんていうんですかね、秋元さんすごかったですよね。市長が、うん、喫茶店のことも例えばなんか、うん、あそこの喫茶店はこれとこれでみたいなのが、うんうん、もうちょっとあればいいのになって思ったんですよ、うん、だってコーヒーがあって、うん、普通にサンドイッチって、うん、パッて、ま、一番前にあったじゃないですか、うん、よく通ってたって言うんだったら絶対分かるはずだから、うん、ちょっとそこはなんかあ本当は言ってないなこの人とかって思っちゃうじゃないですか。お、言いますね思いませんか。いや思いますけど。ですよね。だから政治家みんな嘘つきなんですよ。そうだから、うん、あ地元この人回ってんのかなとか、やっぱ政治家の人って地元回ってるかとかって見るじゃないですか、うん、なんかそこをやっぱりちょっと疑っちゃうところはあったんですよ、うん、でもこんな素敵なのにってすごい思ったし、あのサンドイッチだって結構珍しいと思うんですよね、あのサイズでとか、はい、結構面白いのにサイズ感も知ってなんかもったいないなって思いました。なるほど。いやなんかすごいいい話だなと思ったんですけど、日が差してきましたよ本当に。そうすごいいい話だったんだけど、なんかこう湖の前でね、はい、喋ってて、はい、完全になんか最後動機を告白してその後逮捕するデカみたいな感じになった。青島警部官本当にデカ感が言いたいことは言ったかみたいな言いたいことは言ったかみたいな言いましたよ。ここは現場だな。言いました。突き落としましたっつった。市長がいなくなってから。干からびて出てきたみたいな身柄が。夜じゃあ市長に当ててみましょう。言ってみてください。それどうかね。知りませんね、うん。面白いね。いいっすね。今本当ね、日が差してきて急に元気になってきましたよ。めっちゃ日が差したら綺麗。見て。あったか、いやもう日が差すと全然違う。綺麗綺麗。あったかいし。日が差すと寒いらしいっすね。日が差すと急によく見えてくる。なんか光り輝いてる。すごい綺麗です。いやこれは綺麗ですよ。いいなあ。あったかい。ね、日差しがいいですよね。ね。ポカポカしてね。ポカ。本当はね。あ来たかたし。あでもここに私トレランのコースあったら来ちゃうな多分。来ちゃいます？はい。走りたいです。今まででも50キロしかないんで、トレランは。いや50キロ走るってすごいですね。こっち出ちゃいますか。おお、でここが、そうか、ここ本当はね、パキッて見えるでしょうね。この前走りたいですか、稲田さん。走りたい。それあったら来ますか。来ます。マラソン大会とか絶対人来ますよ、うん、なるほど。うん、こことかやっぱり都内で、そうそうそうなんですよ、都内で距離取れるとこってないんで、うん、やっぱこういう広いとこ来ると一周何キロ取れるかなっていうふうに思っちゃうんですよ信号なしで。そういう目線で見てんだ。そうそうそう。でマラソン大会行くとエイドステーションってあるんですよ、うん、飲み物とあと食べ物をこう置いてある机とかあるんですけど、そこに秋田方市の名物とかを置いとくと、結構富山だったらマス寿司とか置いてあったりとかするんですけど、うそういうの置いとくとランナーの人食べるし良さそうですけどね。なるほどね、そのパターンがあったか。うーん、いいっすねそれね。あれ知ってる。やった、西田さん有名じゃないですか。あれ、いいんですか。あ、本当だ。よかったよ、見てるのに。え、誰か怒ります？井上さくらさん。いや、嬉しい。え、西田さんのサインいらない？西田さん。いらないよ。もらってくれ、もらえ。いい答えよ、この人。本当に。一応もらってん、一応ほら。めっちゃ有名よ。すごい、かっこいいですね。西田って。いやだよ。ここめっちゃ綺麗って分かりますね。めっちゃ綺麗だもん、確かに。よし、じゃあ。やっぱタレントさんってすごいっすね、うん、こんなに手振られるんすね、すごい。タッチしてください。タッチ、イエーイイエーイ、かわいい。なん
見つけんの？よし、写真も撮ろう、写真も撮ろう。撮ろう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 、もう、せっかくだからもう一生ファンでいるように。はい、撮っていいんですか？ありがとうございます。写真撮って一生ファンなら安いですよ。好きなタレントって聞かれたら私のこと言ってね。なんていうの？お名前は？さくらちゃん。さくらちゃん。ありがとう。ありがとう。いい子ね。おはスタやってるからかもしれない。おはスタ。え、でもここでも放送してますからね。確かに確かに。ネットしてないんだけど。テレビ東京バカにすんじゃねえよ。じゃあ行きますか。はい。乗っちゃいましょう。いや、気持ちよかったですね。ね、良かったですね。うん、そうね。そうですね。井上さん、はい、さっき、はい、ここが9点足されて、うん、50何でしたっけ？46点でしたっけ？はい、46点です。やっぱあの車の中で見てるよりも、うん、降りてみた方が全然ポイント高いですね。さっきも点数聞いた時降りてましたけどね。はい。今結構上がりまして。うん、やっぱいろんな自分の趣味とかと重ね合わせた上で、はい、73点まで来ました。めっちゃ上がってんじゃないですか。上がりました、だいぶ。え、ダムがじゃあ、ま、景色も良かったですし、うん、子供たちが集う場所、うん、とか、あとはやっぱりマラソンするので、うん、走らそうだなっていう視点でめちゃくちゃいいポイントだなって思いました。今73点はい、来た、これか。お、ファーマーズレストラン。いや、めっちゃ人気そうじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃないですか。なんか形も変わってて、あ、正解なんじゃないか、これ。あれですね、ファーマーズレストランね。あ、アセス学であるショッピングポイントしてるんですけど、マジですか。受け取っていただきたい。なんでここにいるって知ってたんですか。いや、ツイッターですか。ツイッターともしかしたらいるんじゃないかなと思って。そんな薄い情報が来たんですか。はい、すごいですね。はい、ちょっといいですか、いただいて。はい、食品工場やってるんですか。はい、何の工場やってるんですか。食品工場やってらっしゃるんですって。広島オイスターっていう牡蠣と塩だけで作った調味料になります。ほう、初めて出した製品がこれになります。初めての自社製品。はい、すごいぞ。で、隠し味でちょっとうどんに入れたりとか、ラーメンに入れたりもいいですし、チャーハンの最後の味付けに使うのもいいです。それはもう使い方も、見てくださいよ、はい、全くオイスター醤油に興味を示さない。あれ、いやいや、全然聞いてなかったですね。いや、ひどいですよね。 OEM でうどんとかに入れるといい、ちょっと入れると隠し味でいい。すごい、はい、聞いている、はい、お近いってですね、ちょっと使ってみてください。すごい、広島といえば牡蠣ね、有名だから。スイッチが切れた、スイッチ切れたの。見てるとこれスイッチ入れっぱなしでリアクションする安倍仕込み。どうですか、安倍ちゃん仕込み、どうですか。え、パッケージも可愛いですし、うん、あと入ってるのも見てください。本当にこれ牡蠣と食塩だけですよ、広島県産の。本当だ、広島県産ばっかりですもん。はい、広島尽くしの一本ですね。ここで笑顔だけど、帰ってすぐ捨てないでください。何言ってんですか。私結構料理するんですから、捨てないですよ。捨てないですか。めっちゃ料理します。じゃあちゃんとこれ使って料理したらインスタかなんか。もちろん。じゃあ向こうの席座ってますから。あ、はい、そうですか。中とりあえず入ってみましょう。はい、行きましょう、行きましょう。あ、どうぞ入ってみます。あ、はい、ここだ。そう、入ってみます。わー、あ、おー、あ、結構いろいろありそうですね。結構いいな。あ、おー、広い絶対できて新しいし、歩いてると醤油もらえるなんていい街です。本当ですよね。広島尽くし、こったら結構するんじゃない。いや、そう、高そうですよね、よく。でもここにツイッターでたどり着きます。秋高田に行くっていうだけ言ったのにすごいですよね。ここに来るだろうっていう、めっちゃ美味しそう。ほら見て、美味しそう、美味しそう。何、意外とね、意外に肉もあるな、ね、あ、来た、やった。おぉ、すごい、これありがとうございます。美味しそう。牛すじ煮込みもめっちゃ美味しそう。おぉ、来た。うわ、めっちゃ美味しそうやないですか、これ。これはたまらんですね。ね、カレーも野菜たっぷり。本当だ、いっぱい乗ってますね。緑の割合がいいですね。いただきます。いただきます。
滝高田の恵みを。うんうんうん、美味しい。うん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 、ほっとろすね、これ。うん、うまみが濃いです、卵で。うん、タレがね、これ多分ね、あの、なんか独特のブレンドをしてますね。独特のブレンドっていうのは普通じゃない、味になんか複雑なね、なんかこう、野菜の何かが入っている。なんかね、肉だけでないですよ、野菜のこう、なんか独特のね、こう香りがすごくする。どうして今のコメント、まず美味しいですね。まず全然伝わらないんですけど、ま、今のあ、そうですね、はい、あ、ね、ぶって食べて、じゃあ改めてパクッと、うん、美味しい。うわ、そのままいいですか、すみません。めちゃくちゃ美味しそう、これ。どうぞどうぞ、いただきます。また井上さんが食べると美味しそうだ。うんうんうん、水田さんはテレビとかあんま見ないの。めっちゃテレビ見てます。え、バラエティの、バラエティの、どうですか最近のテレビで面白いテレビありました。面白いの、皆さん面白いと思わないような気がするんですけど、そもそもご存知か分かんないけど、 NHK のね、定期でやってるやつで、ドキュメント、ドキュメント、そう、20分みたいな、そう、ドキュメント20分救急車じゃないですか。あそこのコールセンターをひたすら回しとくだけのドキュメンタリーやってるので、ドキドキ、それがめっちゃ面白いです。で、その人間模様をドキュメンタリーに仕上げる。あの枠実験的で面白いですよね、今日の夜中にやってて。で、最近、今週、ついこの間の日曜日にめっちゃ話題になって、そこをまた日本思い出聞こうっていうね、なんかね、面白かったですね。普通の旅番組っぽいんですよ、宍戸海さんが旅するんですけど、20分の番組なんですよ。10分ぐらいで終わっちゃうんですよ、エンドロイドが。で、なんだってなったらそれが全部実はなんかとある仕掛けがあってみたいな。へぇ、めっちゃ面白かった。この間の日曜、この間の日曜、全録持ってます。全録持ってます、見てみよう、うん、一瞬お土産見ていきますか。お、やったー。なんかちょっと見たいですよね、気になる。ごちそうさまでした。美味しかったです。あ、さっきの醤油はある。あ、これこれ、あ、ほんとだ、広島オイスター、これ、これですよね、さっき。これだから名物なんだ。そうだ、石丸市長が紹介した。石丸市長がこんなインフルエンサーみたいに、そう、ほんとだ。インフルエンサーじゃない、インフルエンサー化してますでしょ。しかも結構いい値段しますよ。なんなんすか、焼酎って。ほんとだ、わからない。結構ないい値段しますよ。おい、結構12,900円。ウイスキーなど度数の高さが飲まれる方にもおすすめってあるから、あれですよ、蒸留酒だから。職人の手付けられた選び抜かれた日本酒、さらに蒸留することで生まれた全く新しい、焼酎でもないんだ、蒸留なんだ、日本酒をさらに蒸留したみたいですよ。へえ、気になりますね。ね、気になるけど一切手を後ろに組んで動かさないちょっと値段が値段が入ります。ゆずは有名なんですよね。なんか1個買わないですか、今日井上さんは。なんか買ってきますよ、1個。なんかじゃあ美白からごちそうし、なんか何でもいいですよ。いいんですか、はい、なんで常駐っぽい感じ。俺はちょっとじゃあこれがいいな、ミニ、あ、こっちの方、サモセット。これが黄色がアメリカンホワイト、これがオークか。うーん、でこれが日本酒と。あ、でも こっちもあるんですけどね。いや、こっち高いだろ、1リットル1万円すっごい寒かったな、せっかく4時半にぐらいに起きてきたのに寒かったな。これで許してくれるんですか。いや、まあこれならチャラにしましょう、1時間も。ちょっとこれ買わせていただきます。ちょっといいんですか。はい、もちろん、すみません、全然ありがとうございます、買ってもらっちゃって。お買い上げだ、やった。お買い上げでお願いします。お願いします。ほんと酒好きなんですね。お酒好き、お預かりします。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったですね。美味しかった。行きましょう、行きましょう、行きましょう。井上さん、東京だったら、まあ、今住んでるとか別にして、はい、次どこ住みたいとかってあるんですか。結構私引っ越しばっかしてて、うん、池上、うん、蒲田、うん、広尾のプレハブみたいなとこ住んでその後、西小山住んで、多いですね。で、その後に荻窪住んで、荻窪の次になんか白金台のボロボロのアパート住んで、うん、次住むとしたら阿佐ヶ谷ですね。阿佐ヶ谷、はい、何ですか。阿佐ヶ谷、荻
久保がとにかくめちゃくちゃ気に入ってたんですよ、うん、で阿佐ヶ谷のなんかあのごちゃっとした感じ、はいはいはい、綺麗すぎないカルチャーみたいなのがこう雑多に残ってる感じがすごくいい、 いいなって思って。中央線沿いのですよね。はい、泊まれながら中央線乗ってるとやっぱ景色変わってくんで、その感じが移動時間が無駄っていう人もいるけど好きだったなとは。いやサブカル系の街と ど真ん中港区を点こう交互に行ってるんですよ。そうそうそう、そうなんですよ。みんな、なんかね、そう都心サブカルみたいな。僕もどこ住むかってすごい考えるんですけど、最高なのは結局なんか市中の産業だってことに落ち着くんですよ。そこ市中の産業って言葉がなんかお茶の世界にあって、市中って街中ってことなんですけど、うん、街中には産業って田舎の家ってことなんですけど、あだから、うん、都会で田舎暮らしをするのに最高の贅沢だって昔から発想があって、でそれやっぱ東京の中でこう自然豊かに暮らすって最高じゃないですか、うん、それどこにあるんですか。俺もそれを追求してて、うん、今の仮説だと一番レベルが高いのはの俺佃島ってところだと思ってるんですよ。中国の銀座の近くに島があるんですよ。そうちゃんと隔離された島があって、そこ本当に住民しかいないしね、昔からある島だからこう神社とか漁師がいて、うん、佃島、 それ船で行くんですか。昔は船だったんです、2、30年、3、40年前かな。今はもう橋があって、へえ、行ってみたいな。そう、それで言ったらお台場もちょっといいですよね。お台場に、そう、別に飲み屋とかやんないやつ、お台場のマンションから結構。今まで住んでてどこが良かったんですか。大田区はまあいいですね。あ、大田区、大田区のどこ住んでました。大岡山なんですよね。あ、大岡山、はい、あ、大岡山便利ですよね。そう、大岡山もまあ近くなんですけど、はい。次あの寒くなっちゃったから、はい、あと温泉ちょっと一応、わっ、そうやったー、急遽さっき探してもらった温泉なんですけど、大丈夫なのかなこれ。結構山入ってきますね。ちょっと結構山入ってくるんだけど、なんか温泉街みたいなところなのかな。大丈夫なんかこれ。こういうロケで怖い目あったことないですか。山の中で寝るとかはありましたけど、ね、山の中寝る、テントとか寝袋とかなしでですよね。厳しいな。5日、虫だけで生活するっていうやつだったんですよ。虫、昆虫食ですか。はい、それ伊豆大島でやったんですけど、あれはまあ危険ではないけど結構過酷っすね。過酷でした。え、何それ行ってきますか。いやいや、ナス D 大冒険とか。あ、ナス D はやりそうだな、そういうこと。井上さん温泉 OK なんですか。あ、全然全然、何でも OK です。虫食うの OK ですもんね。はい、何でも OK です。虫食うの OK ってもうほぼ OK ですよね。急に廃墟みたいになってんだけど、ちょっとあれ牛とかいたのが撤去された感じですよね。あれ廃業した感じかな。こっちか、あ、こっちか、これか、まあ、これ大丈夫そうか。あ、じゃ正面つけちゃってもらっていいですか。一回ちょっといいな、これは結構山の中ですもんね。雨降ってる、雨降ってきたしなんか知んないけど。着きましたね。廃業しました。温泉、いい感じですね。地方になりそう。いい感じ。結構大きいですね。すみません、さっき電話した、すみません、リャックなんですけども、男湯は普通にちょっと取らせてもらって、お客さん避けながら。はい、もうすぐ大丈夫です。ああ、よかったよかった。はい、じゃあちょっと行かせていただきますので。はい。はい、楽しそう、ここ。はい。そうなんだ。ここに日曜日に家族と来ることがいかに幸せかっていうのはね。うん。ね。そう。おじさんになってわかんないよ、それが。おじさんの声ちょっとわかんないんだけど、帰った時ほら一泊10万円のところとか行きたがるじゃん。知らんね、スーパーセットにね、うん、家族と一日中って調子わかんない。わかんないな。ちょっと遠いよ、前よ。でも、あ、こっちがファミリー、貸し切りの中ちょっと一瞬見てみます。はい。ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。あ、いいですね。ほら、パルクールって変化もあるしね。うんうんうん。確かに、ね、いいよ、どうぞ。あ、いいと思う、いいですね、いいです、いいです。これは、ここも温泉なんですよね。はい、そうです。何、温泉でしたっけ。ラドンです。ラドン、はい、秋田方市はラドン、ラドン泉が多いんですか。ですね、もう一軒のお風呂もラドンなので。でも全然知られてないですよね、そういうのって。秋田方ラドン泉あるなんて知らない方多いですね。知らないですよね、はい、声かけながら、撮っていってた、はい、あの一応お声掛けをしてもらってるみたいな、はい、すいません、すいません。これですね、いい感じですね。結構いい、あ、いい
いいっすね、いいっすね。わあ、なるほどなるほど。あ、ラドンだ、ね、でも結構ラドン、めちゃくちゃいい温泉っすね。タオル、すいません、タオル巻いてて、すいません。おお、めっちゃいいっすね。めっちゃ温まる。いいな、毎日これ入るって最高っすね。でもなんかちょっと刺激っぽい感じがあるっすね、お湯に。なんかピリピリとかね。そう、ピリピリ。なんかすごい体に良さそうね。なんか露天ありますよ、露天。聞きますか、露天。あ、これいい。めっちゃいいわ、これ。ね、おお、こちらが露天風呂。すいません、失礼します。申し訳ございません、あの撮影ちょっとだけ失礼します。すいません。おお、これはいいですね。いいですね、これ。いや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 、やっぱりね、温泉は露天がいい。熱すぎず、ぬるすぎず。温泉めっちゃ熱いやつと、なんかぬるいやつあるじゃないですか。ここね、最高。何ていうのかな、温度感が絶妙ですね。フロットモンになります。なんか斉藤浩平さんとフロットモンたちやってるんですよ。え？あの人温泉好きなんですよ。へぇー。歌成長とか嫌いそうですからね、なんか。なんで嫌いなんですか。いやいやいや、それはだって資本主義の市場の方に手が成り立ってるんですよ。他の方ではありえないですよ。だって成長がいいとか、うん、っていうのも資本主義の社会の中でやってるじゃんみたいな。でその建設を流通させるのに市場のロジックを使ってるじゃないみたいな。まあいいんですけどね、まあみんな商売タイプなんだから。まあね、でもなんか元々の社会主義もそうだけど、発展的に革命していくって発想なんじゃないですか。まあ、あの国民的なその、まあ、独特の資本主義のみたいだと、まあ、その資本主義の矛盾っていうのが大きくなってきて、まあ、十分発展すると、うん、矛盾っていうのは同じと生じてきて、で、まあ、自然と破綻するので、その結果、まあ、革命したりとか、うん、はいはい。でもまあ、なんていうのか、大半の国においてはそういう現象が起きてないわけですよ。はいはい。で、あるいは革命が起きたいくつかの国においてもですね、あ、温泉とか行くんですか。温泉行きます。じゃあサウナです。サウナっすか。一番いいのは大井町のお風呂の方法台から近い。僕今子供連れて模試の会場周りとかしてるんですけど、置くとかないといけないじゃないですか。その間だいたいサウナ。あー、1時90分ぐらい、2時間ぐらいですか。何ですか、模試半日じゃ半日長いな。で、1回家帰るの張ったり1回帰ってるんですけど、はい、だいたいサウナ。明日でもね、2人きりですから。いや、全然いいけど、もうなるかな。いや、なるか、全然ですか。なんでもなる。てか、別に俺の手に行かなくても、どうにでもなる。なんか、ようやく旅っぽくなりましたね。入っていられる41度のめちゃくちゃいい温度です。あ、気持ちいい。あ、でも匂いはないな。結構お湯はすっきりしてます。へえ。温泉っていうのは意外なくらいにそんな匂いも強くなくて入りやすいですね、すごく。おお、ちょうどいいな。あー、ようやくなんかこうトリッキーなロケから一息つく瞬間というか。井上さんも1時間ぐらいお邪魔していいですか。井上さん大丈夫ですか。あ、すいません、すいません、私もちょっとお好み焼き食べたくて。よかった、ぜひ。お店って結構こだわりを持ってる人ありますよね。めちゃめちゃいいですか。あの、いいよいいよ、ビール一杯飲んだら情熱ですからね。あの、主人公のそうなんだ、はい、知らなかった。それ石丸市長に会いたくて来たんですけども、あの、え、あるの、埼玉、埼玉、はい、埼玉ってあんの。
リハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本編だけなんかちょこっとしたちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんここライブに会いたりしながら、本当に、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。